今日は6月の17日土曜日です。今日は6月17日土曜日です。皆さんこんにちは。 Welcome back to 日本語 with 高杉先輩。今日は永福町を散歩しております。いい天気です。梅雨のはずがピーカンですね。ピーカンっていうのはちょっと古い言葉なんですけど、ピーカンデリ、めちゃくちゃ晴れてる時のことを言います。すっごくおじさんが使う言葉ですね。はい、天気いいです。雲はちょっとだけあるかな。洗濯物干してるね。とてものどかです。川沿い、いつも通りですけども川沿いを散歩しています。恒例になってきたね。もっと日本語喋ってっていうコメントをいただいたので、たくさん喋りたいと思います。鯉がいますね。鯉じゃないか、船。お見せできませんが、船がいました。今ね、皆さんが見てる画面は私のお腹につけているカメラの映像です。はい、なので両手が空いています。やっぱね、手にカメラ持って撮影すると、通行人の人たち、通行人パッセンジャーか、ね、驚いちゃうので、まだそこまでの日中は勇気がないです。なのでいつもよりちょっとね、ブレがひどいかもしれませんが、ご了承ください。さあ、1週間終わりましたが、どんな1週間でしたか。仕事大変でした。学校に行ってる方はテストとかありました。私はすごくいい1週間だったと思います。はい、たくさん動画を上げれたので嬉しいですね。で、信号に来ました。押しボタン式と書いてありますので、ボタンを押さないと変わりませんが、反対側の人は押してません。押します。土曜日も早起きをしています。毎朝欠かさず3時半に起きています。明日はもうちょっと早起きして高円寺に行こうかなと思っています。高円寺の朝の様子をね、撮影したいなと考えています。高円寺は若者に人気のエリアですね。古着屋さんとかがあります。古着屋っていうのはなんかセルフトショップか。公園に到着しました。日焼けしてる人がいますね。
今日最高気温30度を超えるということを聞いております。30度だよ、めっちゃ暑いね。嬉しい。でも夏が大好き。季節の中で一番好きなのは夏ですね。夏いいじゃないですかね。日本の夏はジメジメしてますけど、楽しいことがいっぱいあるんで夏が好きです。例えば花火大会とか行かないけどね、もうね。花火大会とか、あとなんだろう、かき氷が美味しいとか、あとやっぱ天気がいいと嬉しくなるし、汗をかくってね、体にいい感じがするし、夏だと歩いてるだけで汗もかいてくるので、それが一番かな、私ね。北海道にも夏行ったことあるんですけど、おすすめです。あの、暑い国の人はスキーがしたいとかあるかもしれませんけど、夏の北海道もとても素敵です。あのね、本州と違って湿気が少ないんですよね。すごくあの乾燥してるので過ごしやすいですね。ジメジメしてない。降りたらもう全然空気が違うのが分かると思います。あと北海道はね、ご飯美味しいからね、別に冬じゃなくても美味しいものがたくさん食べれると思います。札幌だったらまあ1日半あれば結構楽しめてんじゃないかなちょっと人が来ると独り言喋ってるみたいだからね、ちょっと黙っちゃったりしますが、こっちだ。日本では今週はなんかあの大ある大女優さんが不倫をしたのが発覚して、不倫ってわかりますかね、なんつったらいいんだろう、チーティングだね、チーティングか、はい、もうご結婚されてる大女優さんが不倫が発覚して、最初はあの否定してたんですけど、手紙がね、証拠として出てきちゃうということで、皆さんというか双方不倫を認めました。あの相手が有名なシェフの方ですね、だったので、まあ、すごく大きいニュースになりました。皆さんの国では芸能人が不倫したらニュースになりますか？日本だけなのかな。あとは昨日ポケモンのカードポケカが発売になって、朝からコンビニに行列ができるという珍現象が起こっておりました。なんか発売されたばっかりのカードでも8万円ぐらい値段がついたとか聞きまして、8万円って $600 だよね、 US in US か、すごいよね。日本ではそれを転売って言うんですけど、皆さんの国にも転売はありますか？転売する人のことを転売ヤーって言います。
朝公園に到着しました。せっかくなんでぐるっと一周しましょう。今朝の9時46分です。誰かが何かにぶつかった。フードトラックがありますね。かき氷を多分売るのかな。Okay, so it's about the time to wrap it. Thank you for watching.
And please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. ありがとう。